これより会議を開きます。内閣提出教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑に入ります。本日は本案審査のため参考人として兵庫教育大学学長梶佐哲也君、日本教職員組合中央執行委員長滝本司君及び慶応義塾大学教職課程センター教授佐久間明君以上の3名の皆様にご出席をいただいております。この際参考人各位に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご対応のところ本委員会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。本案につきましてはそれぞれの立場から忌憚のないご意見をお述べいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。次に議事の順序について申し上げます。まず参考人各位からお一人15分以内でご意見をお述べいただき、その後委員から質疑に対してお答えいただきたいと存じます。なおご発言の際はその都度委員長の許可を得てご発言くださいますようお願いいたします。また参考人から委員に対して質問することはできないことになっておりますので、あらかじめご了承をお願いいたします。それではまず